後踏みにこんにちは食事をすることを楽しんだ後待っているのが後片付け食器を洗って乾いたらそれを食器棚に戻すこの作業を毎食続けていると面倒くさい大変だと思う人は結構いますよね。本日は食事の後片付けを楽にする方法をご紹介したいと思います食事の後片付け面倒ですよね。でも楽にすする方法はあります それがこちら。箸やフォークなど食器の一部を使い捨て用にすると洗う食器の量が減り楽になる食洗機を使うことで食器洗いの負担が減る食器を洗いやすい道具を選ぶ食器を重さが軽いもの小さめのものを選ぶ大量の食器を使わないように食事のメニューを工夫するワンプレートの食器を使うことで洗う食器の数が減る 家族で片付け担当を分担することで負担が分散される。料理を盛り付ける皿をなるべく少なくすることで洗う食器の量が減る。あらかじめ汚れた食器を水に浸しておくことで食器洗いが楽になる。台所用品の置き場所を工夫する。洗剤スポンジなどの配置が使いやすいと効率的に食器を洗える。お湯で食器を洗うことで汚れが落ちやすくなり負担が減る。食器の収納場所を工夫する。 収納しやすいと片付けが楽になる、食器の洗い方を見直し、短時間で洗えるように工夫する、などです。いかがでしたでしょうか。食事の後片付けも面倒な家事の一つだと思います。特に年を取ってくると片付けは大変な作業です。食事の後片付けを楽にするには、食器の数を減らすことが一番効果的です。例えばワンプレートにすると食器の片付けはかなり楽です。 洗い物もも少なくなくりますすす。し、食器棚に収納するのも楽ですただ料理によってはワンプレートで休まないこともあると思いますのでそういう時はなるべく使う食器の数を減らすように工夫すればいいでしょうまたお金の置き場所に困らないなら食洗機を利用する方法もあります食事の後片づけがかなり楽になります今回の動画は以上で終わりですご視聴ありがとうございました